あそこにいるのはジュリエット。おお、ロミオ、なぜあなたはロミオなの。ガシッはい、というわけで、今日も元気に収録のチャンネルのお時間です。モンストでね、新キャラが、ロミオとジュリエットがね、はい、で来てたのでやってみました。ロミオとジュリエットね。だがしかし、だがしかし何？引かないよ。何が？ロミオとジュリエットは。あ、そう、引かない。ガチャはね、しませんね。最近ちょっとほら、あんまり育てられてね、まだね、手が回ってないというのもありましてね、ちょっとね、育成に専念しようかと。やるだけやってみました。そう、余ってみます。で思ってみます今日適当だね、すごい話適当だ、どうしよう、やばいこれ。はい、じゃあどうぞ今日の仕切ってください。でですが、あのマリー・アントワネットにのが来てるので行きます。そう、この間お腹痛くてさ、あ、ちょっとそう、この間やったらね、この間お腹痛くてね、そう、うん、あのゲージ外す外すそうそうね、もうね、ゲージとかどうでもいいみたいになってたからさそう、はい、マリーちゃん行きます。マリタ、そう、なんかあれだよ、あのこの鍵がイロハなのがじわるって言ってたよそうなの、つなげようか。あ、つながない、つなげ、あ、つなげない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 、はい、すいません。わかる、わかる、わかる、わかった。ドラゴンナイト、そうそうそう、つなげない、つなげない、なんかすごくいいように言ってるけど、つなげないって言ってたからね。そう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 、すごくかっこよくないかな。僕たちはつなげないんだ、モンストが。早く、もう一個先まで行ってくれないといい。あ、そこ入れない病気だけど、入れない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 、やばいね、これ共犯用されますね、やばい。ちゃいそう、なんかすごいさ、流行ってるから聞くまいとか思ったんですけど、なんか聞いたらめちゃくちゃいい曲でしたよ。ハマっちゃった、うん、つなげない、入れない、何でも倒せない、使っちゃう、使えるね、これは、うん、今日はトラゲナイナイトで、うん、トラゲナイ、トラゲナイプレイしようかな。しっかりあったかいですね。なんか暖房、ね、一応つけたけど、うん、そんな本気出さなくてもね、そうそうそう、私もあのうちでもつけないね、ささまり45度が入るから、うん、おお、いいね、いいね、いいね、シリウスさんワンちゃんが、ワンちゃん、ワンちゃん、ワシワシしてる、かわいいっすな、うん、やっぱり今日はゲージはまあまあ、まあまあ、まだいけるシリウスマーコちゃんは達観してるですか。してます。カットシリウスマーコちゃんしてる、うん、うちのクッシーだね、まだ29、もうちょっとクッシーはあれですからね、レベル極みにしてからが大変ですね。タスが足りない、タスがさ、レなんだっけ、99ぐらい振る、100なんだっけ、100何個かな、結構振るんだよ。おー、いいね、いいね、いいね、おー、いいね、いいね、どんまいどんまいって言われた。めっちゃ毒やん、よいしょ、ありがとう。うん。プラズマ回して。プラズマ。呼ばれてる。プラズマちょっとやりにくいな、なんか。ちょっと強引すぎた。ええ、すっかりごめん。スイッパーしてる。え？お掃除してるの？お掃除、お掃除。動きやすいわ、どうぞ、
このガスマスクの攻撃結構さ痛い時あるよね。うん、まあ適当に下がってきます。おいねえねえ。次のクッシー。私両方クッシーだからいまいちさ。うん、どっちかなってなっちゃうよね。ね、どっちだったっけって思っちゃう。よいしょ。あべえ、ああよかった、危な。オッケー。右に中ボスかな。誰か逆さまってる。ああ、そっかね、ピュッて降りてくる。ピュッて降りてくる。2回行ったけど今大事なことだから2回行ったけど。これから降りてくるの、今から降りてくる。そうそうそう。あ、そうそうそう。そしてさらに降りてくから、あいつ。さらに降りてくる。うん。どうしたの？そうそうそう。すべて転んでる最中みたいな途中みたいな。するみたいな。うん。氷だから。ドラキュラさんみたいな雰囲気じゃないですか。ピエロかな。だってコウモリ飛んでるよ。牙あるよ。え？ドラクラ？と思ったところ違うところで行っちゃった。これね、とかちょっとね、時間が経っちゃうとね、うん、よいしょ、あれしてくる攻撃が私のなんか思ったけど違うとこが、うん、でも、そう、この攻撃力ダウンしてくるんですよ、近くにいるとめっちゃ地雷があるな、踏んでもいい？ちょっと踏まないとこあ、踏んでもいいけど、1個ぐらいにしてもらうか、そうだね、うんうん、そんな痛くない、うん、被害は最小限に抑えた、被害最小限に抑えたすごい、セブショットしちゃった、まず取んなくていいかなと思ったら、HP 低いね、8万5000か。クシナダが低いんだよね。重力ちゃんだからってさ。どうしよう、なんかいきなりすげえ攻撃とかしたら。全然動いてないんだけど。大丈夫っしょ。ふふふふ、よいしょ、はい、やった、やった、やった、いやー、マリーちゃん結構さ強いですよ、うん、でもクシナが2人いるからいけっかな、そんな、お、私まだ降りてきてない気がする、何何、偉いってこと、うん、また開かないやつにしてそれでなんかいない気がする、バババババ、変な手にしたやばい、調子悪い、久しぶりだ、もっと集中力、集中力とかもうどっか置いてきちゃった、忘れちゃった、忘れちゃった、どっか、そういう時もあるよねよっぽいしょ、人のスタミナで集中力のないプレイヤーするってあばばばばば、いやばばばば、入るかな、お腹が空いたならケーキを食べればいいわ、あ、そうだ、なんかそんなことやってなかったっけ、なんだっけ、やったよ、こっちは、うん、おかしい、こっちは、ご飯がないなら、パンがないなら、パンがないならお菓子を食べる、ケーキを食べれば、お菓子を食べればいいわみたいな、ケーキを食べればいい、これ、でもストライクショットなんかそんな感じだった、それやったよね、それタコちゃん、うおー、ナイスプレイ、あ、ちょっとちょっと、うん、形しちゃう、その左を形しない、ハートが出ない、あ、出たー、出た、危ねー、よいしょ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 、何が悪いのかしら、おかち、おかちじゃ何が悪いのかしら、まあ、
カロリー高いし、生きるためにってこと。そうね、そうね。パンがないならおやつを、お菓子を食べればいいじゃん。お菓子、お菓子、お菓子。あ、いや、ちょっと今すげえ何も見ずに、まあいいや、いいんじゃない、よかった、うん、思った通りに。このユニコーンがさ、ユニコーン出てきた。ユニコーン結構強いんです。倒せっかな、普通。うん、そう、もういけちゃう、出ない。おー、いったね、いいね、ユニコーン。こいつね、結構強くてさ、うん、うっかりしてると結構食らったりするんですよ。あらま、結構これさ、燃えてる床にさ、乗っかっちゃったら燃えちゃう。うん、でもそんな燃えないけど、ダメどこ、ダメどこ、ダメどこ。燃えた？なんかいいじゃないですか、いけそうじゃないですか、これ。あばばどうしよう、どうしよう、まだ3個でしょ。でもこれどうしよう、本当は重力バリアいない方が使ったいんだけど、使ったかね。うん、どうしよう。そう、意外とね、このあれはこのあれなんですよ。あれちょっとハート取っとく、あと1個で攻撃してくるんじゃない。ちょっとあんま何を取るか、よいしょ。あ、届いてないの。これ普通に攻撃してよかったな、今の。ごめん。引っ張ったらいける。でもスピカちゃんがなかなかいい位置にいるけどね。おー、クッシー、クッシー、下クッシー、アイスマンじゃん。しかもこいつ結構強いんだよ。もうちょっと上だったらよかったな。ここ。あ、そこか。逆転に本当は当たりたかった。この斜めに入るとね、ここ斜め45度に入るとね、マッチみたいにするときあるよ。入るかな。その手前に当たんないと。あれ？終わっちゃったよ。使っとくか。やっぱこの隙間にね、口の中痛いってめっちゃ大ダメージで、ね、お、いったね、これ勝ったっしょ。あー、もうおしるさん、シャ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 、なになに、今さっきのスピカちゃんのが心残りでならんやった。スピクリだよ、でもスピカ飛ばしたけどスピクリ美味しかったね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。あ、気がする。初めてじゃないかな。落ちた。私開かないんだ。そっか。私だと開かないんだ。うん、荒稼いでる？荒稼いでる。来た。ほら。初めてマリー・アントワネット。かわいい。いやー。ごめんね、なんか何がスピカちゃん、ごめんね、スピカちゃん、いたじゃないですか、うん、逃しちゃってね、雑魚と、あ、そうそう、斜め45度に入ると、うんうんうん、もう疑似マッチみたいな、疑似マッチかな、なってすごい飛ぶんですよ。あと串田さんが
真ん中の敵とこの左右の雑魚の間にいたりするともうマリーに向かって役もするだけでこれだそうそうそうマリーリバーッって倒せる。なんかすごい減りましたよねでもさっきね、うん、なんか一応さこうこっちに当たってその雑魚との間は入れっかなと思って打った、うんうん、打ったんですけど入れたのかな、うん、よくわかんないけどめっちゃピューって言ったよねあれっつってあんま見てなかったけどあれっつってもう今日もご機嫌ですねご機嫌ですね早い早い、うん、残念でしたね大丈夫ですか何がもう一回言っときます大丈夫そこまであれですかスピカちゃんの出番、うん、見せなくてもいいまたおいおいねスピカちゃんほらあれじゃないあのほらあの地雷をさちゃんとさすごい成功させてるのにしたけどじゃないあれヒット数によってさそう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 シリュウさんがさそう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 いいんでしょそれさ友情に当たりつつそうそうそうこうやるともうドカーンっていくから、うんうん、であの弱点のところに爆弾設置できればもうガーンってそれいいんじゃないですか見せてあげれば見せてあげたいねえ見せてあげたいですよでちょっと待ってちょっとだいたいでもちょっとなんか何が起こってたか見ていい何が起こってたかあさっきの動画あそう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 あ見たいってこと見たいマリオっぱいマリオっぱいマリオっぱいって保存したっしょいろはちゃんマリオっぱいって保存してっからOP ねオープニングねOP あそっか私のは出番出てないからさあみたいなあみたいなやつだこれ一応挟まれっかなと思ってやったんだけどなんだあ逆にハマったんだねあっちうんこうやっていって逆の弱点にはまったからみたいな、はい、こんな感じでマリちゃんはねはまれば 楽なんでね、うん、あとクエバタちゃんとか運枠で行ってもね飛行だから いいですよ、うん、結構ね運極とか作りやすくてあの貫通16バリアで攻撃力低いんですけどまあ使いやすくてイザナミさんとかにも使える子なんで、うん、ぜひぜひ育ててあげてください、はい、ね、うん、出ます降臨キャラも育ててこ育ててるよ今一番降臨キャラで揃ってん聴覚さん聴覚さん聴覚器聴覚器は極まった極まった、うん、聴覚器すごい使ってるワープがねワープもそうだし木の属性キャラっていうのがね私の中ではなかなか弱いからあそっか水リボンちゃんが一個出たあと森山さんぐらいしかいなかったからあそっかそっかそうそうそう森山っち、うん、あれって言ったらイザナミさんも降臨キャラで育ててあと串灘さんねそうねそうねいやイザーとクシーは本当に強いからぜひ何に天狗さんももちいるじゃんももちももち育てないももちいるももちまだ育てないももちあれももちあれうんいないねいろいろね玉とかね重心玉重心玉ね最近重心玉 不足だなはーいというわけでもう今日もゆるゆるですねまあいつもゆるゆるですけどねはいツイッターやってますあと白黒チャンネルやってますぜひ登録お願いします YouTube チャンネル登録この辺の赤いボタンこの辺の赤いボタンでぜひ登録できますのでぜひお願いしますじゃんけんじゃんけんいきまーすじゃんけんいきまーす白黒じゃんけん最初はにゃんじゃんけんぽいポンでーす時の人明日いいことあるかもよじゃあねー見てくれてありがとうまたねー。